クエルナバカ大聖堂と呼ばれる聖母非常天大聖堂はメキシコのモレロス州クエルナバカに位置するカトリック教会のクエルナバカ教区の教会。この教会とそれを取り巻く修道院は16世紀前半にポポカテペトリ山周辺に建築された修道院群の一つであり、 その初期にはスペインによるアステカ帝国の征服後の先住民に対する宣教活動のために建築された。18世紀より修道院の教会群は都市の教区教会の機能を持ち始め、19世紀後半には司教座聖堂に昇格された。他のメキシコの大聖堂と異なりこの大聖堂は都市の中央広場に面していないが、ちょうど南に位置し敷地内の他の修道院。 建築軍と共に自らの壁で囲まれている。これらの建築軍の中でも重要な教会である大聖堂ではいくつかの改修計画が持ち上がっており、最後に起こった改修計画は1957年であった。この改修計画では内装に残されていた古い装飾は取り除かれ、シンプルで現代的なものに置き換えられた。また、この改修作業には、 覆われていた17世紀の壁画で日本で殉教したフェリペデヘッスを含む日本26聖人の物語が描かれた400平方メートルの内壁をろにする作業が含まれていた。守備に使われたマーロンに隠れて見える大聖堂この教会はクエルナバカの聖母秘書典修道院の一部である。いくつかの大きな要塞形式の修道院群の一つであったこの修道院は 16世紀初頭に現在のモレロス北部でプエブラ州より西に遠く離れたポポカテペトル山近くに建築された。これらの修道院軍はスペインによるアステカ帝国の征服の直後、先住民の討伐と戦況のために建築されている。これらの修道院が始めた戦況運動は南方のワハカや中央アメリカへ広がり、後には ヌエバエスパーニャの植民地全般に広まった。1525年、ヌエバエスパーニャに訪れたフランシスコ会の最初の12人とその後に新しく到着した数名によりクエルナバカ修道院の共同体は設立された。彼らの中にはアントニオ・マルドなどアントニオ・ウルティス・アロンソ・デ・エレル・タディエゴ・デ・アルモンテなどが含まれた。修道院共同体の元来の目的は 地域の先住民への宣教にあり、後には他のヌエバ・エスパーニャ各地へ向かう宣教師たちへの教育や住居に利用された。ただし、主となる教会と壁に囲まれた中庭は、もともとからスペイン人と先住民の貴族以外は立ち入り、禁止とされていた。これらの建築軍そのものは、1529年にエルナン・コルテスの妻のフアナデスニガで、コルテスの土地供与により始まった。 これは、トリビオゲ・ベナベンテ・モトリニーヤの要請と監修によるもので、ヌエヴァ・エスパーニャにおいて5番目の建設工事であった。この時期における他の修道院と同様、まだ敵対的な先住民から、新規の修道者を守る要請から、高く大きく厚い壁とマーロンが共に建てられた。元来の修道院の土地は、現在の建築群を超えて広がっており、 大きな庭園や修道士たちへの食料やその他の必要なものを供給するために使われた土地が含まれていた。教会を含む建築群は段階的に建築され、それらの改築は16世紀から始まった。1532年には北側の出入り口に乙女マリアのモノグラムが掘られたが、この北側のファサードの竣工を示したものではなく、 最もそれらしい説では1574年に完成している。この年に死亡した修道士が食料の貯蔵具合を見るために教会の屋根に登ることに慣れたという話が記録されており、これは先住民の家屋の屋根で行われている作物の乾燥を確認するためであった。この地を訪れた修道士のアロンソは1585年に建築群は完成し、 良い構成で、教会、寮、庭園が含まれていると書き記している。この地での何人かの以前からいた修道士たちの死と退任について、同じ修道士が記している。ほとんどの主な教会は、17世紀後半に完成された。しかし、初期の建築から修道院の地上階のアーチに沿って、残されている教会の外郭だけは、その後の改築計画の原因となった。 歴史を通して、これらの教会建築物群、特に主となる教会は何度か改装された。これは選挙運動の重要な拠点というだけではなく、後には大聖堂になった教区教会としての重要性によるものでもあった。この大聖堂を含む14の初期主導員、建築群は世界遺産に登録されたが、この大聖堂はその中でも建築されてから大規模な、 改修を経験した唯一のものである。17世紀にも教会への改修が施された。始まりは2つのチャペルの建設で、これにはラテン十字を配置するための設計がなされた。この時、クワイアにはガワサイランとおそらくいくつかの部位もまた同様に追加された。1713年にはリーターニラと共にアーチ型の天井と主楼が、 建築物の南東の角に追加された。簡素であった、これまでの過去の階層と異なり、これらはバロック式で建築され通例通りの複雑な装飾が施された。狩猟の足元には時計が置かれた。この時計はフランシスコ海の神父がセゴビア大聖堂のために組み上げたもので、16世紀にカール5世からエルナンコルテスに可視されたものであった。 18世紀中頃には内装が改装されすべての形式の宗教的芸術作品による装飾が大いに追加された。これには銀などの高価な素材により作られたものも含まれた。これはクエルナバカの都市の教区教会の機能を持ち始めたのと同時期のことであった。主催団の領域では復旧された壁画と現代的な 内装を見ることができる修道院であり、教区教会でもある建物と土地は19世紀に改革法により、メキシコの多くの修道院と女子修道院が没収、閉鎖されるまで、同じままで残された。聖母非正天修道院は閉鎖され、現在残されているものを除いてその多くの土地と建築物を失った。現在のロバート・ブラギ美術館は修道院建築軍の かつての部分のうちの一つである。1882年、地震により、塔の条文が崩壊した。神父のビセンテサリナスイ・リベラスに養成され、ホセゴンザレス・ベラウサランの監修によって再建された。1891年、レオ13世により、モレロス地域を管理するクエルナバカ教区が確立され、教区協会であった聖母飛翔天教会は、 クエルナバカ大聖堂と変更された。最初の司教は、ホルティノ・イポリト・ベラであった。20世紀初頭、メキシコ革命中にカランサハの将軍であった、パブロ・ゴンザレス・ガルサにより建造物群の一部が、本部として利用された。20世紀半ばには、この教会は、金で装飾された、チュリゲーラ様式の主祭壇とそれに連なる二つの、側祭壇を及びその中東と列中に、聖母、 マリアの木製の彫刻を含むかつての豊かな装飾を残していた。これらの中東の一つはクエルナバカにおいての最初のミサを祝った場所に関連したものとして重要であった。しかしながら1957年には大聖堂は連邦政府により新たに大規模な改築を施行されることとなった。このうちいくつかの作業は各構成部の元々の状態への復元からなっており、 復元には、修道院の暗室、食堂、図書室、通廊が含まれた。また、いくつかのバロック式の要素が修廊に追加された。しかし、最も大きな変更は、主教会の内装であった。主神道のほとんどの壁を覆う漆喰の外側の層は、除去され、18世紀頃の壁画作品が露出された。この作品は、長崎において十字架形にかけられ殉教した。 フェリペデ・ヘススと他の宣教師たちの物語を伝えるものである。特に主祭壇の領域を中心に、チュリゲーラ様式の祭壇と他の古い構成物は、概ね撤去され、シンプルで現代的なものに置き換えられた。撤去された古い装飾は、敷地内のピナコテーカに置かれたが、一般公開されていない。1994年、大聖堂とそれを構成する一連の建造物は、 ポポカテペトル山腹の16世紀初頭の修道院軍の一部としてユネスコの世界遺産に登録された。市内中心部にあるコルテス宮殿から見た大聖堂大聖堂を構成する一連の建造物は歴史的な都市中心部に位置するが他のメキシコの都市と異なり最も重要な教会が中央広場に置かれていないがちょうど南である。 イガルゴ街道とモレロス街道の角に位置する。これらの建造物群は主教会、修道院、いくつかのチャペルや小さな教会による建築群を壁で取り囲んだ形で構成されている。主教会と修道院は敷地の北東に位置し、他の小さな教会やチャペルは側面や角に位置している。この敷地は残りの領域と中庭を含めて L 字のように構成されている。 この全体的なレイアウトは、継続的に建築されたものによりいくつか小さくなっているが、最初に建築された時と同一である。これらの土地と修道院内の聖域であった場所は、修道士と訪問者に孤立感を与えるため、人が集まる中心地から意図的に外された。中庭はかつては墓地として機能していたが、今日では木々と様々なものにつながる小道となっている。 中庭の中央付近には、おそらく一連の建造物の中でも、最も初期に作られたであろう石の土台と石でできた十字架が、設置されている。石の土台は1.7メートル1.7メートルの、脳型体であり、一部の学者によれば、クワキシカリーや、人間の生贄を捧げた台座と同等のものであったと、される。この土台は、現地の信仰に対するキリスト教の勝利を意味する。 ものとして使われた。この十字架は一つの砂岩から作られている。また、中庭には殺されたあるスペイン人の記念碑が建てられている。聖ヨゼフのオープンチャペル聖母、マリアのチャペル敷地の西側にはオープンチャペルが存在し、これは大聖堂と付随する修道院の南に位置する。このチャペルはスペインによる建築軍でも最も初期のもので、エルナンコルテスが クエルナバカを自身の領地として定めると決めた後に建築された。また、本来は今日も残るものより大きかった。このオープンチャペルはミサに使われるだけではなく、演劇や舞踏などのイベントにも使われ、信仰をより深めることを意図して設計された。オープンチャペルの屋根は大きなアーチで支えられ、これは中道院への中楼としての機能も持っている。 中央の中庭を囲む2階建ての修道院塀は20世紀に現在の外観へと復元され、今日では司教区の事務室として使われている。各階には廊下があり、アーチにより分けられる。この修道院には数点のフレスコ画が残されており、そのうちのいくつかには日本やフィリピンでのヌエバ・エスパーニャの宣教師たちが描かれている。主教会はまっさらなファサードを持ち、 唯一の華やかな装飾は首楼に据えられた時計だけである。聖堂内部の大きな空間には聖堂で作られたイエス・キリストが掲げられた十字架と小羊と本が存在するだけであり、その正反対には大きな石の荒いライバンだけが存在する。内部は近代的な内装でガランとしていて、特に主祭壇の場所では顕著である。主祭壇の位置に キリストの掲げられた十字架があり、現代的な十字架や、その他の装飾品が、側壁に存在する。しかしながら、最も重要な装飾は18世紀の説話の壁画である。この壁画は20世紀の改修作業中に露出された。壁画は400平方メートルにわたって、教会の礼拝空間の両側の壁を覆い、フェリペデヘススと宣教者たちの日本への到着と、 その殉教を伝える。壁画はおそらく17世紀中頃、1627年にフランシスコ海の宣教師が列服された後に描かれた。この壁画は初期フレスコ画の手法で描かれている。この壁画か、誰によって描かれ、どのような政治的背景によって作成されたか、わずかに知られており、それによれば、ルイスイスラガルシアという、 この修道院に住み先住民たちを助けたアジア人の一人の学者がその作者だとしている。しかしながら、長崎にある殉教者記念館の神父ユーキディエゴは、これらの壁画は完全にこの地域でのみの作品だとした。フェリペデ・ヘススは1627年に劣服され、1629年に劣勢された。メキシコにおける最初の聖人というだけではなく、 フランシスコ海の聖人として、フェリペの物語の重要性が確立されるようになった。フェリペはメキシコにおいて、植民地時代を投資クリオーリオの象徴として、関連付けられるようになった。しかしながら、この壁画は19世紀には覆われその存在は、忘れられた。この作品は20世紀の大聖堂の改築中に、建築家のリカルド・ロビーナによって、再発見された。 教会内部の壁画作品の一部、エンプラダー・テイコ・サーマの文字を見ることができる壁画の物語は教皇によりフィリピンから日本を訪れた23人の宣教師が祝福されることにより始まる。この壁画には皇帝大公様がのために殉教を命じたとラテン語で記述されている。谷口はこれらの壁画はフェリペデ・ヘッスを検証する目的で描かれたとした。 伝説の一つでは、フェリペの殉教の日、メキシコの彼の家族の果樹園の一軸の木が命を吹き返したと言われる。この建造物にはピナコテーカ、または美術品収蔵部屋が含まれており、考古学的な物品だけではなく16世紀から19世紀にかけての芸術作品や絵画が収められている。このコレクションは何人かの収集結果であるが、2番目のクエルナバカ司教である、 フランシスコ・プランカルテイナバレッテにより始まったと考えられている。プレヒスパニックの芸術品や希少な宗教的、芸術品など彼の私的なコレクションはエピスコパル宮殿の2つの部屋で歴史博物館の一部となっている。後にタペストリーなどのもっと宗教的な品々は今日でも追加されている。 1987年には、これらのコレクションはより良い環境で大聖堂内で収蔵されるようになった。ジュアン・ダ・バーナード・チャバナオの取り組みにより、書物やその他の品々は、アドプト・エイワーク・オブ・アートと呼ばれるメキシコのプロジェクトにおいて、最終的にはメキシコ国立人類学歴史学研究所に施設内により適切な保存場所を作るよう確信させた。 この取り組みの中では、コレクション内の58点の宗教的絵画の修復も行われた。ある重要な絵画の一つのシリーズでは、アパスタラドと呼ばれる使徒をそれぞれ描いた12の絵画があり、この形式の絵画類はメキシコに3つだけ現存するうちの1つであった。その他の絵画の中には16世紀から伝わるエスティグマタゼーションでサンフランシスコでアーシスが含まれている。 これは、おそらくもともと主祭団にあったレリーフで、聖フランシスコがひざまずき成婚を受けている様子が描かれている。他にも17世紀より伝わる、ラナティビダットでイアビア編、マリアやサンフランシスコ・ハビエル、18世紀のラウールティマ、セナや19世紀にラファエル・フロレスによって描かれた、ヘスス・カルマやトーメンタなどが含まれる。第3修道会聖堂のファサード最も、 重要な別当のチャペルは、聖ヨゼフに捧げられたカピージャ・アビエルタと呼ばれるオープンチャペルである。この形式の建築物は16世紀前半にメキシコの修道院で多く建てられたものの一つで、通常、ミサの説教とこの時期においての先住民の回収ミサと一体とした宗教的活動を行うことが意図されていた。かつてヘルナンコルテスが、 クエルナバカに居住していた時にはこのチャペルを所有していたと考えられる。建築にあたっては、ティエトラマ、クエンテペク、ミアカトラ、テミスコ、サンフランシスココアトラン、マサテペク、サンミゲルコアトラン、クアウチチノラ、ウアヒントラン、パンチマルコ、トラテンチ、ウイツイラ、コアホムルコ、オコテペク、デミルパン、サンタマリアウエカティトラ、デテ,テラ、 トラルテナンゴを含むクエルナバカ周辺の数々の村落より先住民の作業者が徴用された。他の多くのカピージャと異なり、教会に対して垂直の方向ではなく平行して建築されている。これはメキシコやスペインの他の設計においても前例のないものである。修道院の領域にはポルチコが備えられ、これはメキシコにおいてこの種の最初のものであった。これは 中庭の壁を背にするように建てられた。1882年の地震によりこのカピージャも被害を受けた。これによる改修工事で本来の紋章が見えるようになった。カピージャの内装は修道院の正門を大きく超えるように聖フランシスコとの霊的なつながりが壁に描かれている。これはフランシスコ界を創設したこの聖人の生涯を象徴するものである。 この壁画には劣化が見られる。今日ではこのオープンチャペルは結婚式に頻繁に利用されている。次に重要なチャペルは第三修道会制度である。これは1722年に敷地内の北西の角にフランシスコ会の修道士であったエンリケ・デ・ヘレスによって建てられた。後に最初のクエルナバカ司教に寄り込む別室の一つに、 神学校が導入され、これは19世紀のこの都市において最も重要な教育機関の一つとなった。このチャペルはバロック様式と呼ばれるチュリゲーラ様式で建築された。ファサードには天使と聖人たちが彫刻され、そのうちのいくつかは先住民の頭飾りをつけている。手領は2階建てであるが高くない。南側にある正門の上部は 貝殻の形にかたどられている。内部にはその名が刻まれたラテン十字が配置され、上部のクワイやネーブ、アプスは分かれている。主祭壇はバロック様式で色とりどりの花と天使及び聖人たちで豊かに装飾されている。この祭壇は先住民の職人により作成された。敷地内の他の2つの大きなチャペルはヌエストラセニョーラで、 ロスドロレス聖堂とサンタクルス聖堂である。悲しみの聖母聖堂は建築軍の中でも古いもので主教会より前に建てられた。サンタクルス聖堂はネオゴシック建築でカルメル山の聖母を称えている。ありがとうございます。